菜なんて全然美味しくないよ。そんなことない。ゆえ菜の方がまずいわ。ようこそ孔子様のご友人、ファデュイでのご活躍をお祈りしておりますよ。私たちは凡人であり、氷の女工ではありません。凡人の考えは氷の下にある水、ずっと固く鋭いわけがありません。失礼しました。本題に戻らせていただきます。約束は果たしたと孔子様から伝言を預かっております。約束を果たした？あ、人を探してくるって話か？はい、状況を打破できる人を探すと孔子様は約束しました。ファデュイの執行官は約束を違えません。じゃあどこに行けば会えるんだ？孔子様は瑠璃邸にいます。おお、瑠璃邸か。聞いたことがあるぞ。リーユエの料理にはリー祭とユエ祭の2つの祭典があって、数百年も対立してきてるんだ。でリー祭の代表が瑠璃邸なんだ。オーナーはわざと飛雲の丘に店を構えて、ユエ祭を代表する新月剣と正面対決してるって話だぜ。そう言わずに、とにかく美味しいものがあるぞ。早く行こうぜ。来たね。約束は果たしたよ。君たちを助けられる人、眼神の戦隊が七星によって隠されたという難題を解決してくれる人を見つけた。で、そいつはどこにいるんだ？瑠璃邸にいるのか？ああ、ついてきて。接待を、いや、この国でいう食事会というおもてなしを用意した。孔子様、ようこそいらっしゃいました。個室をご用意いたしました。勝利様がお待ちしております。紹介するよ。こちらは家業人で
往生堂の角形勝利先生だ。うん、リーウェで往生堂のような仕事はどうしても家業人との商売を避けられないからね。俺たちファデュイはこういう影の下を歩くお友達と付き合うのが好きなんだよ。影の下を歩く。はじめまして。お前たちがモンドで活躍した噂を耳にしたことがある。家業人、影、人を往生。あ、まさか往生堂っていうのは。そうだ、お前の想像通りだ。ふい！往生堂とは葬儀業者で、人々を安心して極楽浄土へと送り出すためにある。あれ？まさか勝利先生が殺し屋かと思ったのかな。ファデュイのお友達の中には確かに殺し屋はたくさんいるけど、往生堂は違うよ。少なくとも表向きはね。一応家業人だからね、詳細は言えない。とにかく君たちに紹介した理由は、俺ならお前たちに岩王帝君の戦隊に合わせられる。なんだって？驚くことはないよ。天珠炎行幸の企みのせいで岩神の戦隊は隠されてしまったけど、まあまずは勝利先生の話を聞こう。岩王帝君は仙人たちの祖だが、仙人の一人だ。リーユへ数千年の歴史を見ていくと、仙人が去っていく傾向は紛れもない事実としてある。なぜなら時代が変わったからだ。絶運の間を訪れた時、そういう変化をお前たちも感じただろう。岩神にはさまざまな尊名がある。契約の神、商業の神、武神、モラクス、岩王帝君。その中に仙人ももちろん含まれている。見ての通り仙人の時代は遠ざかりつつあり、人の時代こそが徐々に現実となりつつあるんだ。昔仙人が去ると盛大な儀式が執り行われていた。それがリーユへの伝統だ。しかし今回の件については七星までもがその伝統をないがしろにしている。見ていられない。そうだよ、真犯人もまだ捕まってない。神殺し事件、それについて往生堂は気になどしていない。往生堂が気にしているのは、仙人を迎える迎仙儀式が盛大に行われている反面、去った仙人を送る送仙儀式が放置されている。旅人よ、孔子殿からお前のことを聞いた。お前は風神の友人なのだろう。俺と共に岩神を送る儀式の準備をしてくれないか。へえ、家業人のルールだとそれは口封じを意味する言葉だけど、面白い。剣を抜け、いざここで。冗談だよ、本題に戻るよ。天珠炎行幸、彼女は帝君の戦隊を見ることを禁じた。無事七神を訪ねたいのなら君にはこの方法しか残ってない。その通りだ。操船儀式に参加することだけが岩神の体に合うことのできる唯一の機会だろう。ああ、納得したのなら俺についてこい。詳細は歩きながら話そう。よし、これで俺の橋渡しとしての役目は終わった。どう？なかなかの結果だろう。さあ、行くなら早くした方がいい。
俺のことは気にしないで。ここで崇拝いただいて、ついでに箸の使い方でも練習してるから。箸、難しいな。旅人、神が去った城をその身で感じた後、リーユエという神のいる地を訪れ、お前はどう感じた？なるほど、お前はそういう種類の旅人か。それも悪くない。しかし神のいる地には3700年の歴史がある。お前はまだ全てを経験したわけではないかもしれない。操船儀式を準備する過程もお前の旅の一部となり、お前の見聞を広めることになるだろう。リーユエは七国で最も繁栄している国であり、神の鎮座や七聖の統治がある。それゆえファデュイの外交手段の多くはリーユエでは通用しない。七聖の一人である行幸は常にファデュイを警戒している。おそらくそれこそ孔子が王城堂の力を借りた理由かもしれないな。操船儀式は孔子にとって何のメリットがあるんだ？それは知らないし知りたくもない。俺にとってファデュイはあくまで資金援助をするだけの存在だ。俺の望みはリーユエの伝統が人々に忘れられないことにある。これは孔子が提供してくれた最初の資金だ。使い切ったら彼に報告してまた資金をもらうといい。さあ行こう。儀式の準備の第一歩は神に釣り合う最高品質のヨドマリ石を見つけ出すことだ。